おめでとうございます。大差で勝利した試合になったかと思いますが、今日の試合のモチベーションは、どんな感じで臨まれたのでしょうか。チームとして初めての公式戦だったので、まずはチャレンジするということを全員で共有して臨みました。はい、ありがとうございます。次決勝かと思いますが、こちらの意気込みもお願いします。次の試合も積極的にチャレンジしながら九州につながるような勝ち方をしていけるように全員で戦いたいと思います。はい、お疲れ様でした。